そうか、それはめでたい。おめでとう。ありがとうございます。渚さんと言ったっけか。はい、渚です。智也くんをよろしく。こちらこそです。至らない点多々ありますが、それでも精一杯頑張ります。お幸せに。はい、そのお父さんも頑張ってください。こっちはのんきなもんだよ。何か欲しいものがあれば言ってください。大丈夫、ありがとう。はい、それではお父さん、また来ます。これからはもっとたくさん会いに来ましょう。ともやくん、どうしましたか？ともやくん、しばらくは気をつけてないと古川って書いてしまいそうです。岡崎渚、岡崎渚、岡崎渚。岡崎って名字、男らしいです。そうですか、古川は女性っぽいです。そうでしょうか。でもやっぱり岡崎渚って名前だと強くなれた気がします。なんだか守られてる気がします。私に言ってました、智也くん、自分を転げさせるぐらい恥ずかしいこと言えって。そうです、言ってました。だから言います。私は今世界で一番幸せな女の子です。智也くん、二人で幸せになりましょう。はい。提出してきました。今続々ってきたぞ。やめてくれ、縁起でもね。お前がそう言うんだったら息子と呼ぶぞ、息子よ。やめてくれ息子よ。
私も入っていいですか？呼んでみてください。はい。で、式はいつあげるんだよ。なんでこんな貧乏な奴と結婚しちまったんだよ。好きだからです。正直に答えるな。父さん悲しくなるだろう。秋代さんも人のことを言えませんよ。ん？何がだよ。秋代さんも全然お金なかったですよ。な、借金してこの家を買ってお金を返すのに毎日必死でした。結婚式も2年も後のことでした。そうだったっけか。でも私は幸せでしたよ。秋代さんといつも一緒にいられましたから。その上てめえら邪魔だ。つまり私が言いたかったのは、好きな人と一緒にいるのが一番ということです。はい、ならトモヤ君です。くそ、なんだかムカつくんだよな。どうしてこんなやつをうちの娘は好きになったんだ。秋代さん、今日はおめでたい日ですよ。ああ、そうか。そうだったな。じゃ、乾杯！よし、王様ゲームでもするか。ただいまです。新しいスタートです。ふつつか者ですが、よろしくお願いします。はい。悲鳴を上げるほど嫌なんですか？頑張ってください、ともやくん。一家の大黒柱です。
りますから。お仕事です。私一人遊んでるわけにもいかないです。それはともやくん一人で頑張ってることになります。私も頑張りたいです。もちろん家のこともおろそかにしないです。ちゃんと夕方には帰ってきてご飯作って待ってます。お洗濯もして掃除もします。元気です。私は自分の体が弱いからっていつでも弱い自分でいたくないです。いつ調子が悪くなるかその時のことを考えて怯えていたくはないです。私の方こそきつく言ってしまって。ともやくん、私お仕事探していいですか？はい、そうさせてもらいます。ともやくん、わがままでごめんなさいです。そうでしょうか。別に何も欲しくないです。そうなんでしょうか。まだ欲しくないです。それよりももっといるものがあると思います。え、私ってそんなにおしゃれじゃない服着てますか？ですね、新鮮味はないかもしれないです。ともやくんがそうしてほしいって言うのなら私も少しはそうしたい気持ちあります。はい、一つわがまま言っていいですか？今日は一つのお布団で寝ていいですか？夫婦みたいです。あ、そうでした。あの日から1年頑張りました。一
年前、智也くん言いました。一年頑張ったら、何にも負けないくらい強くなれるって。私、強くなれた気がします。でも、まだまだです。まだまだこれからです。ともやくんと一緒なら、立ち向かっていけます。はい。何笑ってるんですか？それでは、おやすみなさいです。話があります。今日、昼間に、仁科さんに電話しました。先日の卒業式の時に電話番号を教えてくれたんです。隣に智也くんもいました。用なんてなくてもいいからかけてほしいって言ってくれました。だから電話してみました。結構長話になってしまいました。すみません。仁科さん、音楽の学校に入るために勉強中だそうです。それでお金も貯めないといけないらしくて、アルバイトを始めるんだそうです。来月からオープンする新しくできたファミリーレストランでです。一緒にどうですかって誘われました。私もお仕事探してましたから、ちょうどいい機会だと思いました。私、やってみたいです。はい。はい、そうです。覚悟してます。バイトはみんな新規募集ですから、先輩はいないです。そんなお客さんがたくさんいるところでしないです。それに仁科さんもいますし、もちろん頼るなんてことはしないですけど、いざという時には協力し合えます。心配してくれるのはありがたいです。でもこのぐらいのことは普通だと思いますから。ありがとうございます。はい、構いません。はいよ、古川だけども。おお、息子よ、どうした？智也くん、
どうしましたか？そうですか。はい、古川だ。うおぉ！ともやくん、どうしましたか？はい、お前のお父さんだ。うおぉ！古川だよ。ああ、今のは自爆だったな。冗談が過ぎた。で、なんだ？子供でも生まれたか？ならなんだ？バイト？ウェイトレス？ホッケー？クオー！こら待て！今ドラマの濡れ場に夢中で何も聞いてなかった。サナエに代わるからそっちに詳しく話してくれ。おいサナエ、クオはどうかと思うぞ。それだけは言っておけ。もしもし、サナエです。岡崎は渚のせいでもあるんですよ、智也さん。はい、何でしょう、智也さん。どんなお仕事ですか？それは安心ですね。はい、私もいいと思います。はい。はい、おやすみなさい。よかったです。はい、頑張ります。早速明日仁科さんに電話してみます。
智也くん。そっち行っていいですか？やっぱり寂しかったです。本当に行っていいですか？落ち着きます。西野さんに電話しました。そしたらその後ファミリーレストランの店長の方に連絡取ってもらいました。明日面接してくれます。行ってきていいですか？では昼間は家開けます。はい。それにこれ見せたら大丈夫だと思います。そんなことないですから大丈夫です。何でしょうか？はい。それでは行ってきます。なんだか2年前を思い出します。二人で登校してました。今は二人とももう学生じゃないです。
しい道を歩き始めています。私も負けないように張り切って行ってきます。それでは。お帰りなさいです。思った以上に大変でした。それに今日はオープン初日ですからてんてこまいでした。そういうわけにはいかないです。これもちゃんとやらないとダメなんです。それにトモヤ君の方がよっぽど疲れてるはずです。重労働です。では、二人で作りましょう。ものすごいお客の数でした。何人か知った人がいました。いえ、古川パンの常連の方とかです。皆さん、私を見て驚いてました。こんなところで働いてるなんてって。それでみんな可愛いって言ってくれました。そこの制服とても可愛いんです。とても似合ってるって言ってくれました。すごく嬉しかったです。はい、ロッカーに入ってます。なんかいやらしいです。制服姿ちょっと恥ずかしいんです。また今度機会があればです。それにしてもレストランは大盛況でした。みんな開店を心待ちにしていたのがよくわかりました。この街にはファミリーレストランなんてなかったですから。私自身も驚きの連続でした。いろいろ変わったシステムがあるんです。知ってますか？エレベーターの階数表示みたいなものがついてるんです。息子か。ほら、渚がバイト始めたのって今日だろ。いや、実はだな、そのことが噂になって俺の耳にまで入ってきたんだ。ああ、ファミレスの制服姿がとびっきり可愛いってよ。うちに来る客みんなは口を揃えてそう言いやがる。気になるじゃねえか。赤、
な恥ずかしいことできるかよ。というわけで写真を送ってくれ。お前だ。一日ぐらい仕事休め。悪いな。じゃ頼んだぞ高校息子よ。どうしましたか？またお父さん無理なこと言ってきましたか？子供っぽいとは思います。何を言われましたか？私も手伝います。どうすればいいですか？そうですか？今度聞いてみます。じゃお先。いらっしゃいって、てめえか。こんな時間にどうした？首にでもなったか？そっか。まあ何にもねえけどよ。とっとと帰れ。町を泣きっ面で徘徊中だ。ちょっと待てや。おめえ約束のブーツ持ってきたんだろうな。かーん、まさかてめえ忘れちまったなんて言うんじゃねえだろうな。写真だよ写真。なぎさの可愛くてちょいエロいウエイトレス姿の写真だよ。てめえはそんなことも知らねえのか、素人かよ。いいか、あいつが勤めてるファミレスの制服は胸元が強調されているので有名なんだよ。だから写真が欲しいっつってんだよ。分かったかバカ。へえ、くそ、想像するだけでそそるぜ。見て見て。何を見てみたいんですか？あら、トモヤさん、こんにちは。今日はどうかしましたか？まあ、本当ですか？それは嬉しいです。でも、その前に、アキオさん？なんだ？さっきの話は何ですか？そそるだとか、見てみたいだとか。行くぞ、こそ。自分で作ったパンがあだとなったな、サナエよ。
今さら何驚いてんだよてめえ。こらこら、てめえにいてもらわねえと困るんだよ。ああ、これから渚のバイト先に行く。待てっつってるだろ、てめえも行くんだよ。バカ野郎、俺みたいな大の男が一人でファミレス入ってパフェなんて食えるか。あんまり変わんねえよ。それにな、お前がいてくれた方が渚が寄ってくるだろ。シャッターチャンス満載というわけだ。バカ、俺は今から俺でなくなる。変装してお前の友達ということにするからな。んな親バカなところ見つかりたくねえんだよ。わからねえかこの気持ちが。とにかくだ、世間体もある、隠密にことを運びてんだよ。いいな、写真焼き増ししてやるからな。演奏するから向こう向いてろ。よーし、いいぞ、バッチだ。見ろ、どうだ、わからんだろう。チッ、てめえは正体を知ってるからだよ。知らねえ人が見たらわかんねえよ。今日はどうするかな、ラッパー風に言ってみるか。よよ、俺 MC 秋代、マイク握れば最強のパンや。マジ？それやべえよ。OK ブラザー。ブラジャー、そうだ、言い間違えた。まだつかないのかブラザー。へえ、ここって前は木が生い茂ってたはずだよな。すんげえな、変わるもんだな。おい、人も多いしよ。くっ、混んでるな。みんな暇人か？いたぞ、なぎさだ。あれだよ。おめえ、別の女の子に見とれてんじゃねえよ。俺たちのアイドル渚ちゃんはどうしたよ。
じゃあおとなしく待ってる。いらっしゃいませ。あ、トモヤくんです。びっくりします。あ、早く通さないと。一名様ですね。はい。しますね。こちらです。どうぞ。こちらメニューになります。ご注文の方は後ほど伺いに参ります。見ろ、バレなかったじゃないか。いや、あいつは鋭い。もし声を出してたら気づかれていただろう。んなバカいねえよ。お前、次渚が来たら会話で引き止めろよ。その間に俺がこいつで激写する。いらっしゃいませ。ちっ、お前になんか用はねえんだよ。呼んでくれ。お決まりですか？はい、ホットコーヒーお一つですね。種類があります。どれにしますか？一番大きいのはチョコ&ストロベリーミックスパフェスペシャルになりますけど、それでよろしいでしょうか？以上ですね。ありがとうございます。しばらくお待ちください。よろしいことあるか！どうして俺がそんなファンシーな食べ物を食わなきゃならねえんだよ！ちっ、例えもわからんのかこの小僧は。んな甘いもんが食えるか！嫌がらせかこの野郎。どうして渚が来ねえんだ？店長呼んでこい、しばくぞこら！これじゃ激写できねえじゃねえかよ。
娘の晴れ姿を永遠に留めておきたいという親心がわからんかね、このバカは。何他人事みたいに言ってんだよ。てめえだって焼き増し条件でのこのこついてきたくせによ。そんな恥ずかしいことができるか。はずいわ。あの他のお客様にご迷惑ですから、お静かにお願いできますか。このバカ、てめえだ。二人ともです。チうちの渚が一番野郎どもの視線を集めてるぜ。てめえら、そいつは俺の娘だぜ。バイト何時に終わるの？に終わりますけど。ちょうどいいね。晩飯おごるから一緒に食べに行こうよ。いえ、まっすぐ帰らないといけないですので。失礼します。お家そんなに厳しいの？あいつら黙って見ておくだけにしておけばいいものを。よし、しばくか。大丈夫だ、脅すだけだよ。じゃねえとあそこちょん切るぞ、てめえら。トモヤ君、大丈夫です。ちこんな店出ようぜ。すんだよこの野郎。なあ、悪い悪い、気にせず帰れ。あんたのせいでこっちは怪我したんだよ。だから謝ってんだろ、小僧がよ。てめえ、
今の俺か。どうかされましたか。厄介事はお前に任せた。バイバイブー。ここの店長をしております土方です。聞いた話によりますと、岡崎くんの旦那さんということですね。ああ、ややこしかったですな。下の名前は、あ、そう、渚くん。あ、いやいや、大事な奥さんが言い寄られていたんですから、心中も穏やかでなかったでしょう。岡崎くんは器量のいい子ですから、以前にも同じようなことがありました。あ、でもその時はうまくやり過ごしていましたよ。ええ、見た目以上に利発な子です。あ、と言っては失礼ですかな。それに履歴を見る限り体が弱いそうですが、ここでの働きぶりは全く健康そのものですよ。あ、いや、健康な人よりもよく働いてくれています。ですから、岡崎さん、心配なさらずとも大丈夫ですよ。それに、こう見えても、私、武道のたしなみもございますので。今日は本当にいろいろなことがありました。トモヤ君は私を守ろうとしてくれたので嬉しかったです。お友達の方にもお礼を言いたかったです。はい、はい、お願いします。本当ですか？そんなことはないです。ナンパじゃないです。お腹空いてそうに見えたんだと思います。可愛くなくてもお腹空いてそうな子には手を差し伸べたくなるものです。いいえ、西野さんとかの方がもっと可愛いです。そうです、私も可愛いかもしれないですが、他の人の方がもっともっと可愛いです。平気です。
じゃないです。理由がないです。でした。とっても可愛いと思います。で、え、なんか今ものすごく恥ずかしいことを言った気がします。あの、はい、私全然可愛くないです。いえ、そこそこ可愛いです。そんな、私の水着姿なんて誰も見ないと思います。そんなに、スタイル良くないですので。可愛くも。あ、そうですよね。私可愛いですから、きっと何でも OK です。ともやくん、ワクワクして寝られなかったはずです。それはデートだからです。こんな可愛い彼女と。すごく申し訳ない気持ちです。その、ともやくんが私に自信を持たせるために言ってきてくれたことです。ですので、今の禁止してもいいです。やり方ちょっと卑怯でしたので。え？どうしてでしょうか？楽しんでましたか？いえ、でも私のことを考えていてくれたことも確かだと思います。そうでしょうか。だったら嬉しいです。でもやっぱり私は努力し続けてたいです。それでともやくんの理想の女の子でいたいです。そんなことないです。ともやくん、すごく仕事頑張って、すごく男らしくて、すごく素敵です。
たらキスしたくなったのでしてしまいました。その嫌じゃなかったですか？そんなこと思ったらダメです。そんなに嬉しかったですか？あんなのだったらいくらでもします。いえします。この場所が好きでいられますか？これ見たか？幹線道路だ。用地買収で詰まってかなり遅れたらしいが、ようやく基礎工事が来期から始まるって話だ。再来年の春開通予定だ。まだまだ先の長い話だ。元請けも絡んでくるから、うちにもいくつか仕事が来るだろう。忙しくなるぞ。新校舎が建つそうです。西野さんから聞きました。今月から工事が始まってるらしいです。旧校舎は取り壊しになるそうです。2年後以降に入学した生徒さんはピカピカの教室で勉強できます。とてもいいです。教えてほしいです。
何にですか？はい、そうです。私も同じです。ともやくんのことを好きになった大切な場所です。はい。あ、はい。わかりました。ともやくんの気持ち。私、浅はかだったです。そうです。とっても悲しいことでした。本当にごめんなさいでした。いえ、そうでしょうか。全然気にしてないです。私の方が本当考えが足りなくて。いえ、ありがとうございます。しましたか、トモヤくん。はい。はい。私もトモヤくんのこと大好きです。です。そろそろ起きないと遅れてしまいます。ともやくん、起きましょう。ともやくん、どう
うしましたか？悪い夢でも見てしまいましたか？はい。はい、おはようございます。例のあれ、できてるぜ。また内緒話ですか？何にも。ほら、サナエに会ってこいよ。はい、ではトモヤ君、行きましょう。どうかしましたか？ですか。わかりました。後でもよかったんですけど、それでは先にしてきます。てめえの嫁は単純だな。じゃ、例のあれ、見せてやるぜ。見るか？見ていいか？見るよな。見ましょうか。見てみましょうか。そうせくなって。ほらよ。これなんてすんげえアングルだろう。見ろ、こいつは最高だぜ。前にかがんだ瞬間を逃さず激写したものだ。なんだよ、欲しいのか？けどてめえ、一向に渚呼ばねえし、引き止めねえしよ。ある意味これらは俺一人の力によるものだぞ。ああ、だからこれは床を這い、時には窓枠に登り、アクロバティックに撮影をこなした俺様一人のものだ。なんだよ。まあてめえも大変みたいだしな。どうせまだ手出せてねえんだろ。わかってるよ、てめえは。ったく、仕方のねえやつだな。ほら、やるよ。
気分が悪くなったみたいです。あ、子供でもできたか。そりゃめでたい。てめえにそれぐらいの解消があればとっくにできてるか。できちゃったようですね。何が？子供です。え、俺の？違います、渚と智也さんのです。おめでとうございます。待て、さない、こいつと渚はエッチすらしてねえのに子供なんてできるわけねえだろ。どうしてできるんだよ。コウノトリが運んでくるとでも言うのかよ。なんかの勘違いだぜ。ったく人騒がせな。あの、お父さん。なんだよ、渚。その…智也くんと…しちゃってます。止まってますので間違いないと思いますよ。くっ、てめえ。めでてえじゃねえかよ。です。そうかよ。で、産むんだよな。もちろんです。大変だぞ。そうです、智也くんがいてくれるので安心です。今日までも二人で頑張ってきました。あの日の明夫さんとそっくりですね。ん？私たちが渚を設けた時も明夫さん、俺が守るってそう言ってくれましたよ。そうか、そうだったな。くんとの子供です。絶対産みます。ちゅ、頑張れよ。この解消なし。智也くんも
もできたらとても優しくしてしまいます。とてもいいお父さんです。渚もきっと優しいお母さんになります。だから二人の子供はとても幸せですね。おめでとう。子供だよ子供。お前にも子供か。まだまだ仕事人としては半人前だが、夫としてはこれで一人前にならざるを得ないな。生まれてくれば嫌でも自覚することになるさ。人は誰もが一人きりでは生きていけないということを。誰かが誰かを支えて生きていくこと、その始まりを岡崎、お前はその目で。その始まりを岡崎、お前はその目で見つめていくんだ。そうです、平気です。妊娠は病気じゃないです。つわりは今だけですから、ちょっとずつ食べればそんなに気持ち悪くないです。そうです、ともやくんはお仕事頑張ってください。問診を受けたり、血圧を測ったり、あとはちゃんと妊娠してるかどうかの検査とかしました。それでですね、エコーっていう機械で、なんとお腹の中の赤ちゃん見てきました。はい、でもまだ卵みたいな感じです。これから1年近くかけてどんどん大きくなるんだそうです。婦人病とかのトラブルもなくて、これなら元気な赤ちゃんが産めますよって言ってもらいました。でもちょっとびっくりしました。いえ、なんでもないです。いえ、男の人には言うことではなかったです。恥ずかしかったんです。
内心大って見たことありますか？スカートと下着全部脱いで足を広げられるんです。とっても恥ずかしかったです。そんなことも言わないとダメですか？でも言わないとダメな気がしてきました。そういうのは内緒にしておくのは良くないと思いました。とりあえずそのともやくんより開かれました。ないです。てめえも同じ目に遭え。おい、サナエもこの恥ずかしい格好見てやれよ。トモヤさん、アキオさんの二分の一ですね。うん、どうしましたか、トモヤくん。悪い夢、見ましたか？うん？